こんにちは、バッグ研究家の林です。今日ご紹介させていただく商品はこちらになります。お出かけの新定番、さっと出してパッと拭けるカバックウィズ。さ、外出する機会が増えてきましたね。それに合わせて持ち歩く機会の増えた除菌アイテムでも、荷物が増えるとこんなお悩みはありませんか？ 1. 外出するときは最低限の荷物で出かけたい。 2. バッグの中で整理整頓ができなくなる。 3. せっかく持ち歩いている除菌アイテムがさっと出せない。そんなお悩みを解決できる、あったらいいながあるバッグ、それがこのカバックウィズです。カバックウィズの最大の特徴は後ろ側の収納ポケットになります。まず除菌シートの入るポケット、別売りになりますが、市販のスプレーボトルが入るスペース。ちなみに、除菌シートは100均で売っている、20枚入りのシートがこのように、収納できるようになっております。そして本体の仕様ですけれども、このように2つ折れの形状になっておりまして、前後にこのような収納ポケットがついています。それでは中に入っているものを紹介します。まずスマホ、これ iPhone X ですね。でこちらがメイン収納になっておりまして、前と後ろの2つの2層になっています。でそれぞれカード入れが6枚ずつついております。でよいしょ、まず前の方からいくと長財布とカードが入っています。で次後ろ側になります。後ろ側にはパスポートと A6 サイズの手帳が入ります。で同じようにカード入れが6枚ついています。よいしょ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 、はい、入ってます。そして反対側にこのようにメッシュポケットがついていて、中に入っているものがすぐに便利情報になっています。こちらの収納にはハンカチや、指のマスクなど収納しないことができます。そして下のこちらのラップはこのように下を留めていただくと、この本体がこう開かない状態になります。このように、本当に大変収納の充実した、カバックウィズ、ぜひよろしくお願いします。